兵庫県警警察官による職務質問の様子職務質問とは警察官職務執行法第2条に基づき日本の警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯しもしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のあるものまたはすでに行われた犯罪についてもしくは犯罪が行われようとしていることについて 知っていると認められるものを停止させて質問する行為。第二次世界大戦前の日本では不審尋問と称されていた。職務質問の内容は通常、行き先や要件から、住所、氏名、年齢、職業、さらに所持品などに及ぶ。職務質問をその場で行うことが本人にとって不利となり、 あるいは交通の妨害となる時には、付近の警察署、当番などに任意同行を求めることができるが、相手方の意思に反して連行したり、答弁を強要することはできない。判例では、その者が逃げ出したので追跡して腕をかけて停止を求める行為は、正当な職務執行の範囲内としている。一般的に警察官による職務質問は、 行政警察作用とみなされており、何らかの犯罪について、捜査の端緒を得ること等を目的として行われる。職務質問をきっかけとして犯罪が発覚することもあるが、他の警察官に職務質問の指導を行う、職質のプロであっても、一晩で30人以上に声をかけても検挙者が例人である日も珍しくない。職務質問は警察官にすれば、 犯罪検挙の有力な武器であるが、市民の協力を前提とする任意の手段であるため、相手方が何らかの理由で拒否するときには、説得して応じてもらうほかない。そのため、警察官には、難しい技能が要求される。警察では、警察官の職務執行力強化のために、職務質問能力向上のための研修や、職務質問技能指導官による、 実践的な指導により、警察官全体の技能の向上が目指されているが、ジャーナリストの原田工二は、十分な成果が上がっていないのが現状だろうとしている。なお、原田は、地域警察官13万9000人に対し、年間の職務質問による、検挙件数は3万5334件である、ことを理由に挙げて、地域警察官の職質による検挙は、 決して市民が期待するような成果を上げていないとしている。国民の権利を侵害しないよう、無制限な職務質問の乱発、乱用を防ぐ目的で、活用は必要最小限に止めるよう定められている。この法律に規定する手段は、全校の目的のため必要な最小の限度において、用いるべきものであって、いやしくも、その乱用にわたるようなことがあってはならない。 警察官職務執行法第1条第2項警察官による職務質問の法的根拠は警察官職務執行法2条1項である。道場には警察官による質問、同行、狂気所持検査の権限が明記されている。以下警職法第2条を列挙する。警察官は 異常な挙動をその他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のあるものまたはすでに行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて、知っていると認められるものを停止させて質問することができる。その場で全項の質問をすることが本人に対して不利であり、 または交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、そのものに、付近の警察署、派出所または駐在所に同行することを求めることが、できる。全2項に規定するものは、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、またはその意に反して、警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、 もしくは答弁を強要されることはない。警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されているものについては、その体について、狂気を所持しているかどうかを調べることができる。同法、第2条、第2項が定めているのが、任意同行である。上記のように、同行が定める、任意同行とは、その場の職務質問が、質問される本人に不利である。 または交通の妨げになる場合に、付近の警察署に同行を求めることができる、というものである。任意同行は、職務質問の一つのバリエーションである。なお、警察法二条一項は、組織規範であって、通常、職務質問のような具体的職務権限を基礎づける、根拠とは解されていない。警察法二条一項所定の目的を逸脱して、行われた、 職務質問は違法と言い得るが、あくまで根拠規範は、刑職法2条1項である。ただし、刑職法2条3項は、刑事訴訟法や刑事訴訟規則の規定や令状に、よらない限り、身柄を拘束され、またはその意に反して、警察書、発出書もしくは駐在所に連行され、もしくは答弁を強要されることはないと定めている。 職務質問を適法に行うことのできる要件は、以下の通り、警察官職務執行法2条1項に細かく定められている。異常な挙動その他周囲の事情から合理的に、 判断して何らかの犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のあるものすでに行われた犯罪について、もしくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められるもの1は挙動不審者に対する質問を規定し、2は犯罪に関係する者のへの質問を規定している。1の要件は不審自由と言われる。このように、 警察官職務執行法第2条1項に明記されている職務質問に必要な停止と質問の要件は相当に厳しい。これらの要件が備わっているかどうかは職務質問をする警察官の主観的判断によって決定されるのではなく普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性が必要ということになっている。 このように、客観的に要件が備わっていることが要求される。ため、単なる主観だけの職務質問は許されないが、警察官独自の知識、経験その他の自信だけが知り得る情報を合わせて、合理的な不信点が認められる場合は許される。しかしながら、現実の職務質問において、これらの要件は守られておらず、警察官は、とにかく無差別に通行人を呼び止めて、 質問しているという見解がある。また、職務質問の違法性が判決において認められる、ケースが後を絶たない。例えば、明確に所持品検査を拒否されたにもかかわらず、令状を取らないまま荷物を検査し発見された、犯罪行為の証拠品について、当該所持品検査は違法であるとした、裁判例がある。職務質問は、 任意の操作であるため原則として腕を掴むといった有形力は行使できないが犯罪予防という目的との兼ね合いで判断される。つまり比例原則に従って判断される。ただし強制手段に当たる場合には直ちに違法とされる。職務質問で許容される有形力行使の限界に関しては任意性を厳格に求めるものから 強制捜査に至らないなら広く自由の制約を認める説まであり、学説が対立している。職務質問の要件が備わっている場合には、具体的状況に応じて質問を継続するという目的の達成手段としての行為も適法とされ得る。例えば、最高裁判所で問題となったものとしては、質問に応じるよう説得する行為。 質問の対象者が閉めようとしたドアを押し開けて、足を挟んで、ドアが閉まらないようにする行為、質問対象者が運転する自動車のエンジンを切って、エンジンキーを抜き取る行為、質問途中で逃走を図った対象者を追跡して、その腕を掴んで停止させた行為、などがある。職務質問に際して、対象者の傾向品を取り出して、調べたり、 中身を検査したり、身につけている、衣服等の検査をすることが一般的に行われている。このことを所持品検査と呼んでいる。所持品検査を行うことが主目的で職務質問を行っているとさえ言われているが、所持品検査を明確に定めた法律は存在しない。 それにもかかわらず、衣服や携帯品の上から手で触る程度の手段は、対象者の承諾なしに実施できるという解釈が一般的に通用している。また、職務質問に付随する活動として、所持品検査を実施することが判例上認められている。例えば、 米子銀行強盗事件で最高裁は所持品検査を職務質問の付随行為だと位置づけ、必要性、緊急性、相当性が認められれば、対象者の合意は不要であると判事している。一方で、一般的基準として同じものを用いながら、違法とした判例も存在する。その他の例では、施錠されていない。 バッグのファスナーを開けて、中身を一別する行為を適法とした判例がある。その一方で、対象者の上着のポケットに手を入れて行う所持品、検査、自動車を停止させて、車内を細かく調べる検査、被疑者が逃げたので取り押さえて、靴下の中にある覚醒剤を取り出した行為を違法と判断した判例が存在する。このように、任意手段の限度を超えた、 所持品検査の適法、違法の判断は判例によって異なっている。職務質問は何らかの犯罪といったような抽象的な犯罪の予防等を目的とする行政警察活動であるから具体的な犯罪の事件処理に向けて行われる司法警察活動であるところの捜査とは区別される。しかし現実には 職務質問における司法、行政警察活動の境目は曖昧であり、職務質問、強制に至らないまでの実力の行使所持品検査の方法など、合法、非合法の判断は、極めて難しい。特に、初めから、犯罪捜査を目的として、職務質問を行うことについては、争いがある。職務質問から、犯罪捜査へと移行する例は多い。 その場合、職務質問の段階における違法は、それに引き続き行われた、捜査の違法に影響する。職務質問の実質が捜査に相当するなら、職務質問といえども警察官職務執行法だけで、なく刑事訴訟法による規制も受けることは論を待たない。警察官は、不審な点があるかどうかに関わらず、通行人や、 通行車両を停止させて質問を行うことがある。自動車に対する交通検問がその典型である。警視庁、各都道府県警ともに年間の職務質問による検挙実績の目標を課しているだけでなく組織として職務質問奨励策をとっている。具体的には地域警察官に対する職務質問協議会を開く職務質問による 犯罪検挙強化月間の実施を行う職務質問による犯罪検挙を表彰の対象にするなどである。なお、警察の現場では警察官は積極的に職務質問をするよう指示されているが要件や限度に関しては指導されていない。必然的に無理な職務質問が横行し警察官職務執行法第2条1項にある。 職務質問の要件を書いたり、任意性の限度を超えた職務質問がまかり通っている。民主主義の日本では人権を保障する日本国憲法が存在し、日本の公務員は日本国憲法第99条により憲法尊重用語義務を負う。現行犯である以外では日本国憲法第34条が不当な拘束を禁じている。このため、 職務質問は、被疑者の同意がなければ行えない、任意の行為である。そのため、強制的な逮捕や捜査には、令状が必要であり、これに反して行われた、職務質問は、違法収集証拠排除法則にのっとり無効となる。2004年と2006年の2度、国家公安委員長から1997年を、歴任した、白川勝彦が、本人の弁で、 犯罪性のない状態で職務質問を受けるなど職務質問が乱用されたとしている。令状のない状態で腕を掴むなどの実質的な拘束や令状のない状態での捜査による逮捕が違法な捜査であるとして無罪が言い渡された判例があり、2014年には裁判官もこのように警察官が無理解である状態に言及し、今後の違法捜査を抑制するために無罪を 言い渡したとも述べている。警察官の活動は、司法警察作用と行政警察作用の二つに分類されている。司法警察作用とは、すでに生じた犯罪を摘発死刑法を執行することである。一方、行政警察作用とは、犯罪の予防鎮圧、安全確保などを目的に警察が行う活動のことである。 警察法、第2条警察は、個人の生命、身体及び、財産の保護に認じ犯罪の予防、鎮圧及び、捜査、被疑者の逮捕、交通の取り締まりその他公共の安全と秩序の維持に当たることをもつてその責務とするこの行為は、推定有罪としての職務質問行為に当たり、本来は、このようなやり方は違法であり、 かつ人権上の観点からも好ましくないものである。日本大百科全書。不審尋問。ことバンク小学館。2019年1月13日閲覧。職務質問からことバンクハット ABCD。新。コンメンタール刑事訴訟法。後藤明。白鳥雄二日本評論者。2010年。443ページ。 ISBN 978から4から5350019092002年度から2006年度の各年度における職務質問による刑法犯の検挙件数はそれぞれ117,012件、142,947件、159,862件、155,446件、156,189件で ある参照。AB、職質プロの女性系間屈の汚さや汗だくが、声かけの基準に。ニュースポストセブン。https コロンスラッシュスラッシュ www.news-postseven.com スラッシュアーカイブズスラッシュ 20160204381752HTML2017 年7月10日閲覧。 AB、警察の、職務質問は一体どこまで正当なのか災害、事件、裁判。東洋経済オンライン。2021年12月15日閲覧。第2条の職務質問。第3条の身体拘束。第6条の侵入強行。第7条の発砲。第1条第1項つまり、警察官の任務遂行。ABC 原田孝治。 警察崩壊作られた正義の真実巡報者、2013年、29ページ。ISBN 978から4から845112890。ABC ごと、白鳥、新、コンメンタール刑事訴訟法 P417、藤田時康、行政法 I56 ページ以下 AB 原田、警察崩壊 P30、覚醒剤事件。 違法な職務質問京都の男性に無罪判決。朝日 .com オリジナルの2010年3月27日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 0 0 3 2 7 0 8 4 8 5 0 h t t p w w w a s a h i c o m n a t i o n a l u p d a t e 0 3 2 4 o s k 2 0 1 0 0 3 2 4 0 1 1 6 h t m l 加藤三香保、南川真由子、高橋まり、和田春子。 越川久子弁護士法人リバーシティ法律事務所。図解入門ビギナーズ最新刑事訴訟法の基本と仕組みがよくわかる本集はシステム。2011年48から51ページ。ISBN 978から47億98002万9078。後藤、白鳥、新。 コンメンタールピアニッシも417から418最高裁判所第1小法廷決定2003年5月26日平成11164 11覚醒剤取締法違反被告事件最高裁判所第3小法廷決定1994年9月16日平成6187覚醒剤取締法違反公文書機器 最高裁判所、第一小法廷決定1978年9月22日、昭和52万1846、公務執行妨害、障害。最高裁判所、第一小法廷決定1954年7月15日、昭和2万9101、公務執行妨害。AB ごと、白鳥、新。 コンメンタール P418ABC 原田孝治警察捜査の正体高段者現代新書2016年106ページ ISBN 978から4から06から288352から 8, 8警察官が領収及び登山用のナイフを使用しての銀行強盗の容疑が濃厚なものを深夜に 検問の現場から警察署に同行して、職務質問中、その者のが、職務質問に対し目費し再三にわたる所持品の回避要求を拒否するなどの不審な挙動を取り続けた、ため、容疑を確かめる、緊急の必要上、承諾がないままそのものの所持品であるバッグの、施錠されていないチャックを回避し内部を一別したに、過ぎない行為は、 職務質問に付随して行う所持品検査において許容される限度内の行為である。松江葬儀に与那御視点強奪事件の最高裁判所第3章法定決定。1978年6月20日、昭和52万1435爆発物取締罰則違反、殺人未遂、強盗。原田、正体 P103ABCDE 原田。 正体 P104、坂巻正し、行政警察活動と捜査法学教室285号47ページ以下、忍び寄る、警察国家の影2004年11月、白川勝彦ウェブナンバー284またまた、職務質問に、2006年12月22日、白川勝彦ウェブ。AB、覚醒剤事件で一部無罪東京地裁。 重大な違法捜査。日本経済新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ d g x n a s d g 0 6 0 4 h w 3 a 2 0 0 c c 1 0 0 0 2 0 1 4年8月17日閲覧。abc 覚醒剤所持の被告に無罪令状なしに捜索。 無理解が華々しいと東京地裁。msn3knews。http://sankei.jp.msn.com、affairs、news、14801、trl14 兆801億1524万 2n1、htm2014 年8月17日閲覧。5人逮捕事件裁判通信。 小木野正宏のホームページ、就活中なのに不老犯覚醒剤の男性に無罪。47news,http://www.47news.jp/.cn/.200903/.cn2009030301000794.html2014 年12月13日閲覧。東京地裁。 職務質問は違法と認定とに5万円。賠償命令47。47news.http://www.47news.jp:/cn/201305//cn2013052801001940/html2013 年8月22日閲覧。警視庁慢性教書の警察官の職務質問は、 違法。明るい警察を実現する。全国ネットワーク。http://www.ombudsman.jp:/fswiki:/wiki:/akarui、e。ページイコール b7%d9%bb%eb%c4%a3%。 cb%fc%c0%a4%b6%b6%bd%f0%a4%ce%b7%d9%bb%a1%b4%b1%a4%c%boyfriend%a6%cc% B3%BC%C1%CC%E4%A4%CF%B0%E3%CB%A1%A1%AA%A1%AA%A1%AA2015 年8月27日閲覧訴訟職務質問に違法性神戸地裁認定50代 男性証祖毎日新聞2017年1月13日、違法検査で正当防衛警官暴行の、イラン人無罪。読売オンライン、httpww. 読売、cojp, ナショナル、二千十2 0 1 5万305位と ht5 万108、html2015 年3月6日閲覧。ドレッドヘアーは薬物持つ人多いミックスの男性の、職質。 差別的で違法と波紋。ハフポスト。2021年12月15日閲覧。ありがとうございます。